はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、リミット改定によってね、ガラティアちゃんが重制限になるということで、オルフェゴールをねもう一回組んできました。新リミットレギュレーション準拠するように。で、先に結論から申し上げるんですけども、なんかやってる感じ、これ2枚いらないなって思ったので、この純制限になったところで2枚入れるかと言われるとなんか微妙な気がするんだよね、俺は。別になんかこれ1枚で回せたから、なんかなくてもいいなとは思うんだけど、まあこの、まあ、ロンギルスとかをガラテアとかに変えてディンギルス出せるようにするとかはありかもしれないけどね。うん、まあロンギルスのところをガラティアにするとかはあるかもしれないけど、なんか別になんかこれ1枚でもなんか全然いけんなって思ったので、僕は今こんな感じになってますけども、まあ、2枚入れる構築もありかなとは思う。結構エクストラデッキがパンパンで、このデッキ、まあ、割とね大変なんですけども、だからまあ結論から申し上げると、そんなになんかそのリミットの影響、リミット緩和の影響はあんまりそのなんだろう、でかくはないかなと思うけど、このデッキ何がいいかっていうと、初動がすごい多いんですよね。1枚初動が、これ1枚初動が全部で11枚入ってまして、まあスクラップリサイクルが3枚、そしてスクラップラフターが3枚、化石調査が3枚、スクラップエリアが1枚で、ギルスが1枚ということで、これ全部1枚初動になってるんですよ。だこれがね安定感があって 80% ぐらい来るんですよね、絶対初手に。だからまあ大体動けます。はい。でまあ問題はやっぱりスクラップリサイクラーに頼りがちっていうね、まあそこが問題かなと思うんで、まあ一応ねその誘発とかを弾けるように、ね、墓穴マスターとか、あそういうのはまあ入れた方がいいかなとは思うんですけども、まあこの辺入れて、で今回はスクラップ展開しながら、オルフェゴールの展開していくんですけど、これやると最終盤面がですねどうなるかっていうと、アポロウーサ、3素材ですね、基本的にはアポロウーサ3素材 と、ガラテアプラス、クリマックスっていう、これオルフェゴールリンクモンスターがいると何でも無根にして除外できるカウンタートラップなんですよね、これと、アナコンダデスフェニっていう動きになるんですよ。まあ要はリンク数的には4,5,6,7,8 8稼げると、8体モンスターを並べることができるっていう、まあそういうね、デッキになってます。8台分のモンスターを。で、このデッキのいいところは前と後ろに妨害が分かれてるんですよ。まあ前は例えばデストロフェニックスガイとかアポロウーサ、まあ、これが処理されようという、カードを使ってきた、例えば無限法要とか、まあ、そういうカード一滴とかねいうカードを打たれたとしても、これクリマックスあるんで、クリマックスを打つとそういうカードも無効にできるから、これ結構強いんですよ。前と後ろに妨害が分かれてるっていうのが、これがやっぱりねオルフェゴールのいいところですね。でギミックは基本的にはそのスクラップから今の展開していくことに、まあ回し方はね見ていただけばいいんですけど、分かるんですけども、今回は一応ギミックとして、まあデスフェニのギミックとプラスしてトポロジックゼロボロスが入ってまして、これね高校とかのまくりにめっちゃ強いんですよ。要は展開が通りさえすれば結構モンスター横に並べることができるんですね、スクラップ展開すれば。なのでゼロボロスを出して、ゼロボロスからゼロボロスのリンク先にね、モンスター特殊召喚して、村子モーローショーが特殊召喚して、相手のフィールド上のカードともろとも全部ぶっ破するみたいなね、これちなみにリンク先にモンスターが特殊召喚されるとフィールドのカード全部除外するっていう効果あるんですけど、で自分が次のスタンバイフェンスに帰ってくるみたいな、ね、効果あるんですけど、まあ、これ結構ね割とその村子とは相性が良くて、昔のオルフェゴールでも入れてたけど、まあ、今回も採用しています。ちょっとデッキが厚くなりましたけども、このギミックとか入ってるから、あとデスティニーも入ってるから、だけどまあ初動が結構いっぱいあるから割と自己率は低いね。うん、デッキ枚数42だけど全然動ける感じでした。はい。でデスフェニの動きはやっぱりそのモンスター適当に並べられるし、オルフェゴールって闇属性縛りついちゃうんで、闇属性モンスターだったら相性がいいんですよ。なんで、アルコンドデスフェニ入ってるんですけど、これねキーポイントはブルーティー2枚っていう、これね結構オルフェゴールって展開力あるんですね、意外と。オルカの埋葬とかでもそのディベル落として結構横に展開できますし、こういう動きしていくとモンスター3体横に並ぶんですよ。で相手が結構ね油断してるとこいつ爆弾するんですよ。素引きしたブルーディーを爆弾するっていう試合がなんか何戦かあって、ランク前手でなんかこれが意外と強かったので、まあ普通は多分ねここディアボリックとかディナイアルとかになってる気がするんだけど、これブルーディー2枚意外と良かった使ってた感じ、意外とね意外と強かった。これ結構ブルーディー急に爆弾して相手のモンスター黙らせるみたいな動きができたから、割といいかもしれんと思って今回こうしてます。はい。
ちょっとこれはお試しなんですけどね。はい、早速ね、新しくなったオルフェゴール、まあ、リミットの緩和の影響はあんまない気がするけど、デッキとしては非常に素晴らしいデッキだと思うんで、環境デッキとも立ち向かえるんでね、非常にね。はい、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。オルフェゴール結構構築むずいなと使いながら思いました。ガラテア2回出すことあんまないからっていう気がするんで、なんかそのリミット一応純制限になったんですけど、ガラテアが2枚入れることあんまない気がするね。裏なのかなこれ。増地が一番きついな。裏はいいや。増地はあのね、いやね、多分ねこれね、化石調査に裏打つのはあんま良くない気するけどな。どうなんだろうな。結局その1ターン1度の制限ないですし、化石調査ね、もう1回持たれてるとか要は貫通される可能性が結構あるんじゃないかなっていう気がするけど、ね、まあ一応ギラザルス持ってきて、でスクラップエリアは多分通るから、まあスクラップなんだっけ、ラプターか持ってきて、これ通んなかったらデスフェにしに行く感じですね。ラプター効果、まあ、これ無限法要って言われると、まあ展開止まりそうになる、あでもうん、そうね、展開止まりそうになるけれども、まあ、とりあえず止まらなかった。でリサイクラーを持ってきてリサイクラー出せるよと。召喚機1回増えてるんでスクラップリサイクラー召喚と。これもあと何でもいいのか。あ何でもできそう。そう結局ねスクラップリサイクラー、まあ、何を持ってこられるか分かんないけど、まあ、オビラプターとか、なんだあ、まあリサイクラー ラプターあたりだと思うんですよ基本的に持ってくるやつって。ギラザウルスとりあえず出して無限法要一応ケアする、まあ、ないと思うけど、まあ、一応無限法要ケアして、なんかちょお前出しよ、なんかモンスターうらら出しよ、うらら出しよだから一応うららをね出させると、なんかその相手のトップの無限法要とかケアできたりするんで、まあ、出さない人が結構多かったりしますけどね、まあ、相手出してくれたんで。あとこれ出しとくと的になるから、あのスクラップワイバーンの的にできたりもする。結構ギラザウルス以外と先行で使うと結構強いんですよ逆に。でリサイクラー効果特殊化して、でリサイクラーそのまま叩き割ると、ワイバーン効果で、自分がいる状態でスクラップが破壊されるとデッキからスクラップ出しながら何か破壊するという感じですね。はい、無限保有なさそうなんで一応これ破壊しますか。多分無限保有ないっす。一応ケアしとく、一応ケアするか。あんまり意味ない気がするけどな。あとあの残しとくとなんか素材になったりもするからね。まあ今だったらまだね、あれがないけどさ、あのハリファイはないからあれだけども、7特殊召喚されてバロネスが作られるとめんどくさいから、うん、まあ一応しょった方がいいのかな。こう難しいですね、まあ、相手のトップ無限法要が めんどくさいから残しとくっていう選択肢もあるような気はする、はい、でここで、はい、で、リーブ21来た。リーブ21、あちなみにこれ生物が墓地にないと特殊ができないんで、あのリサイクラーで生物の正常ってやつを落としてくださいね。で、次もって一射蘇生を持ってくることができて、で一射蘇生を発動するとリンク先にスクラップゴーレムを特殊化できる。あこれ動画の通りにやってもらえば、展開はできると思うんで、まあこれは決まったルートではありますね。これほぼ大体このルートになるんじゃない、はい。でリサイクラー効果、あでもあれか、破壊するカードがないと若干変わるか。スクラップバイバーン破壊しないといけないから、まあいいや。で可能ね落として、これあれなんですよ、何でしたっけ、ディベル引いてるんで可能ね入ってないとディベル手札から出せないんで、まあその場合はあれですけどね、あの一応そのジェットシンクロンを落としてジェットシンクロンで、ディベル落とすっていうことも一応できるんですけど、まあ一応僕は可能ね入ってます、はい。レベル1なんてね結構使いやすいですし、中7で。で、カノーネ効果、これ、こっからね、サベージ出したのもできるんですよね。なんで、カノーネは器用なんで入れてるんですけど、こういうの入れると、マジでデッキ役パンパンになるから、本当にデッキ役パンパン侍。正常。一回ガラテアしちゃっていいか。ガラテアしちゃっていいや。一応、まあ、無限効用、多分2万、なさそうなんで、まあ、ちょっと一回戻しますか。ガラテヤ君リンク召喚からの、一応リーブ効果発動してちょっとウララ戻ってくれと、はい、いう感じにしといて、で正常効果発動よりも先にディベル発動して、でディベル除外するとデッキからトロイメア出せる。これこうすると一応ね、可能ね除外されてるんで、可能ね特殊召喚して、
あのバロ、バロンじゃない、サベージっていう一応動きもできるんですよ。これだからまあ無効系効果2回用意できるんですけど、まあまあここ選択肢取れるのはまあ可能に入れておくといいことですよね。まあ、ちょっと今回はアナコンダしますけど、で、効果モンスター2体でアナコンティングする。あ、ちなみにオルフェゴールは、ディベルの効果とかトロイメアの効果使うと闇属性しか出せないって縛りがあるんですよ。なんですけどアナコンダとデスペには闇属性でしかないから関係ないっていうそんなの関係ねえっていうことですね。はい、でガラティア効果で除外されているなんか機械族モンスターをね、デッキに戻しながらこれでカードをセットすることができて、でクリマックスっていう何でも無効のカウンタートラップ、何でも無効除外のカウンタートラップ、これをまあセットすることができると。でオルフェゴール、オルフェゴールじゃねえ、ベルでアラコンダの効果を使って、融合墓地を送って、でかなり尖ってるんですけど、私は、ブルーディーっていう最強のモンスターの2枚入ってますこれなんでかっていうと、なんかうわっちゃん、なんかモンスター並んだら出るかなと思って、ブルーディー素引きした時に結構強くて、これブルーディー意外とだブルーディー2枚にしてます今。あの皆さん結構ディアボリック2枚とかね、いうそういう感じの構築にしてる人も多いかもしれません。まあ結構強いですからねディアボリックは、なんだかんだ聞くとね、ジェットシンクロンから落としてアナコーナーとかできますからね、強いんですけども、なんかブルーディー2枚ってタンクでしょ。うん、これイグニスターはなんかやばいっておばあちゃんが言った。あちちあとイグニスターの効果はなんか無効化した方がいいっておばあちゃんが言ったんで、照明の神級アポロウーサーを使ってあちちを無効にしていく。これでなでも破壊した方がいいかなこれ、ちょ分かんねえな。イグニスターも僕自分で使ったことほとんどないので分かりません一枚書道がめちゃくちゃ多くて、アライバルサイバースっていうなんかマジでやばいやつが出てくるっていうことは知ってるんですけども、自分で使ったことがないからいまいちどこ止めていいかわからない。事務所が成功した場合でからイグニスターランドを手札に加えるのも無理だろう、これダメだろう、赤野郎。よし頑張れアポロウサ、調子いいぞいいぞ。アポロウサ2回妨害として使えてるぞ。まだ相手は打点外から殴ってから展開することもできないしな、殴ろうとしてきたらデスペニで破壊することもできるしな。よし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 、いいぞ。なんだそれは、あんやばい、60分しかない。なんか蘇生するやつですね。はい、いいだろう、よろしい。まあ、2体でリンク召喚してくる感じかな。リンク召喚してくるのであれば、ちょ何かが飛んでくる。あ、スプラッシュメージか。なるほど、これは吹き飛ばした方が良さそうかなさすがにメイジは吹き飛ばした方がいいか。メイジは吹き飛ばして、まあ、死者蘇生とかしてくるようであればクリマックス使うしかない、ね。です。まあでも一応メイジの効果も飛べれるのか。あれで、アポロサで。あんま、これデスに早かったかな。まあ、その墓はまあいいかな。いやまあ、別にそいつなくても多分アタッカーは準備できるんで、まあそこは別にスルーでいいです。ここでクリマックス使ってしまうと相手のハート2枚が分かんないんで、まあ、一応取っといて、でその2枚何かによるけども、まあ、どっちかは無効にできるよっていう構えですねこれ。で一応モンスター効果はまだ1回無効。オーケー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 。それだったらまあクリマックス使ってよかったけど、まあいいや、相手のハート2枚分かんないしな。増殖する G オッケー。これは本当に何でもできるんですが、まあ、一応ライフ取りに行けばいいので、てなんかすげえ適当にモンスター横並べときゃいけますね多分これ。アクセスもできるし、まあでクリマックスあるんで、なんかビビエとか飛んできても一応あのなんとかできそうなの でこれ1回トロイメア効果使って、トロイメアの効果によって打点を上げていく、打点を上げ上げしていく、上げ上げエブリーナイトで正常応募墓地を送っていく。で正常効果でこれ可能をね、帰還させたらあれだよな、サベージできるよな俺な。サベージしよう。で、カノーネを特殊召喚すると、これ結構都合よくてね。カノーネとさ、あのトロイメアでレベル8なんだよな。あレベル8ってシンクロモンスター結構強いやついるから。まあ、こことここ。まあ、ここはサイクレームロードオメガとかも相性いいかもしれないけど、あの除外からカード戻したりするわね。ただ、まあ多分サベージでいいかなっていう気がするね。まあ、エクストラデッキパンパンだし。どっち高い？あ、全然こっちの高い。リーブ、はい、装備4000、 OK で、増殖する G を召喚
増殖する G を召喚で、1、2、3で、でアポロウーサ巻き込んでるとなんとアクセスコロトーカーの打点が6300になるというね、はい、あ、いけ風をつかめアクセスコードトーカー効果。さあ正面の新規アポロウーサの打点をフルーンなかなか見ないで6300アクセス、いけアクセスインテグレーション、6300アクセスかっけ。対戦ありがとうございました。何もないけど一滴やるからまあって感じかな。これに関しては楽園開幕 OK。 楽園はちょっとね後ろと前に妨害が分かれてるのがやっぱ強いです。ミラジェイドとえ、まあ、ドラゴスタフェリアいるかどうか知らんけどに後ろ赤の楽園っていう構えがやっぱできるから、一滴だけで返そうと思うと意外となんかそうでもないみたいな感じのことがあるからね。楽園だとそれがまあ強いかなとは思いますね。ただ無効系の効果ないからあのデッキ、そこがなんか難点でありますよね。まあいつも通りいつも通りの流れですね。はい、でルベリオン OK、 ルベリオン効果発動とデスピアンの効果を発動か、了解いいでしょう。でレベリオン効果で手札捨てながら、まあ、ミラジェイドでしょうね。ミラジェイドで、まあ、これはアドリビティム持ってくる感じなのかな。赤の楽にあんのかな。あ、ドラマトゥルギアか、なるほど。ドラマトゥルギアか、なるほど。あ、融合は、なるほどですね。っていうことはドラマテルギアと、あとこれはジャスラックですかね。ジャスラック、使用の徴収、はいはいはい、オッケーオッケー。でドラマテルギアがオッケー了解。赤の枠いない。これはじゃあ一滴で黙るな。なるほどオッケー、いいでしょう。まあ、2妨害ね、まあ、2妨害っていうかまあ 2.5 妨害ぐらい、はい、これは全然なんとかなりそう。増殖するおっそ下防性、まあよくあるねよくある。これはまあ化石調査ですね。化石調査打って、調査コストにしちゃえばいいかな。調査チェーン一滴で金的効果で調査増じらねえな、増じとろいめやかで、トロイメア。これ全部こう。結局一滴なんだよなぁ。結局ね。結論一滴。で、ここと、ここと、ここ。はい。OK。で、デッキから、ギラザウルス持ってきて、これはもらったでしょ、さすがに。で、まぁ、もう相手無妨害なんで、まぁ、ミラジェイトの方が使うのはどうでもいいですけど、これはね、アルビオンを墓地を食ったら意味ないかってことでね。でラプター召喚して効果発動を、これはいつも通りの展開をしながらこうワンキル取れるのかな。取れそうだな。スクラップこれね、高校からもし展開が通った場合って意外とスクラップワイバーンとディーブの効果とディンギルスの効果あるから、なんか相当除去能力高いんですよ。はい、相当熟練度が高いです。で、スクラップモンスター含むモンスター2体でリンク召喚。あらろ、スクラップワイバーン。トゥで、スクラップワイバーンは、墓地のスクラップを特殊召喚しながらフィールドのカードを破壊してるという効果を持っているので、これってアレベルってさ、融合モンスターが破壊した場合だっけ？あ、融合モンスターが破壊した場合に、だから融合モンスターじゃなきゃいいんだな、破壊するの。これはだから、まあ、とりあえずスクラップは特殊召喚して、スクラップ叩き割る必要があるんだけど、スクラップ特殊召喚して、スクラップ叩き割る。はい。で、スクラップ叩き割られると、デッキからスクラップ出しながらフィールドのカード叩き割ることができる。で、ゴーレム。で、叩き割るのはこれドラマトゥルギア。はい。で、スクラップゴーレム効果発動する。で、一応リサイクラー特殊召喚していく。
でスクラップリサイクラー特殊召喚で過労死していく。リサイクラーの効果ね、一旦に何回使うのこれ。1回2回3回くらい使うのかな。まあ死者数であるから4回くらい使えるけど今あったら。で、スクラップゴーレムの効果を使ってリーブ21出してからのリーブ21効果と。これマジでリサイクラー過労死すんでね、スクラップ展開するときって。で、継ぐもの発動して自分の墓地からスクラップゴーレムを特殊召喚していく。あ、ゴーレムも割と過労死するね。うん、これスクラップ労働基準法には違反してそう。で、ゴーレム効果こっからどうしよっかな。なんかいろいろできるんだよな。高校まくりは何でもできるんだけど、まあ、とりあえずこうするでしょ。リサイクラーまた効果発動するでしょ。はい、あまりにも残業しすぎてこいつ多分なんか疲弊しきってなんかそのうち失踪しそうで、スクラップゴーレムとリサイクラーと、ワイバーンで、まあ、一応ねアルベルの効果を無効にできた方がいいので、これで、アポロウーサを特殊召喚して、で、自分の墓地の、まあ、ディベルは行っちゃっていいですね。ディベル行っちゃっていいですね。ディベル効果、ここはこうですね。こうして、で、トロイメア効果発動して、トロイメア特殊召喚してバロン、なんだっけ、サベージもできるね。これどうしたらワンキル取れるんだ。でもこれリンク素材にしちゃダメか。はい、リンク素材にした方が良さそう。ガラテア出しに行くか。ガラテア出しに行って、はい、でガラテアはね、あのオルフェゴールリンクモンスターなんでね、あの上にね重ねれることができるとね、リンギルとね、はい、で、トロイミア効果を使って打点上げる。で、スケールツボ墓地を送る。でだ、ガラテア効果で除外されているやつ戻して、オルフェゴール系のマジックトラップカードセットできるよ効果。これで、まあ、バベルでいいですかね、これ。一応、クリマックス意味ないから、バベルでいいや。で、バベル一応発動しておいて、で、50、やべえ、なんか60秒しかねえ、時間。やばい。で、ディンゲルス、はい、特殊召喚成功時効果、相手のカードを選んで墓地を送るような効果、で、ミラージェイド送って、で、全部発する効果、発動、アレベル効果、あー、そっか、あー、危ねえ。これ、チェーン、あれ？いいか、無効だ。あ、でもどっちもあんま関係ねえか。アレベルチェーン1だったら止められてなかったな。いや、まあでも死者蘇生あるからいけるか。死者蘇生が多分あるからいける。多分。で、スケルツォン効果発動して、除外してあるやつ引っ張ってきて、蘇生あるから足りるけど、これ、蘇生なかったらもしかして足りてない。1900、2600。足りてないか、これ。足り、3000。3000の、2525、あ、足りてねえな。蘇生なかったら足りなかった。危ねえ。で、リーブ効果でマスカラ戻して、で、やばい、ギリ耐えてる気がする。で、おお、しょ、あぶねえ。やっぱね、リンク召喚対応するときはね、タイムアウトがめっちゃ怖い。うわ、先行だったら最強みたいな反応してんの俺。スモールワールド、ほう。あ、バリアンツ。将棋デッキじゃん。まるで将棋デッキだ。藤井聡太や。いや、これ俺。当たるのマジで初めてかもしれんな。いや、マジで当たんねえもん。
将棋デッキ、将棋デッキマジで当たんの初めてかもしれん。やっぱすげえ展開力だな、このデッキ。ありえん展開してくるやんけ。はい、セフィラ集合。へえ、あ、それエクストラデッキに入ってるから出せるんだ。なるほど。手札からとかデッキからは無理なんですよね。エクストラデッキからだったら別にセフィラモンスターとかも出せるんですよ。なるほど、うまいですね。はいはい、なるほど。セフィラシーゴくんは何するんだっけ。流星魔法トラップカードかセフィラ魔法トラップカードというのだったら OK。 セフィラの真意、はい、それはデッキからセフィラの真意以外のセフィラカードというのであれば OK。 なるほど。で、セフィラの真意の効果を使ってセフィラを持ってこれる。はい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 、なるほど。オルシャドールセフィラルーツ、かっこいいな名前。なんかめちゃめちゃかっこいいじゃん。全然知らないけど効果全く知らんけど、マーキスとセフィラシーゴでベアトリーチェ。なるほどなるほど、はい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 。で、天魔神ノーレラスで送ってるけどやば、ハイパーゲロヤバハンデスモンスター送られた。あ、やばいことをしようとしてる気はしますね。これベルテアナコンダ、なるほど。ベルテアナコンダ、なるほど。はい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 。ベルテアナコンダ効果、闇属性にしていく。なるほど。オルシャドールセフィラルーツきた。オルシャドールセフィラルーツ。何？なんだこれ。あー、なるほど。スターブベルム。なるほど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 。なるほど。で、バリアンツの武者キッタ王子サツキの効果を使ってポジションチェンジを戻していく。え、これスターベロムってこれあれですよね、あのコピーできますよね、墓地のモンスターの効果。これなんかやばいことしようとしてる。トライヒハート、スケアクロートライヒハートきた。急に急に何、かっこいいな、ショックムービーで全てのモンスターは守備表示になると。で、ノーレラス効果コピー、はい。あーあーあああああ、あ、トライヒガート効果受けれえから残るのか。なるほど。スターベロムで効果コピーしました、はい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 。で、ノーレラスの効果が1000ライフを払うと、あ、お互いの手札フィールドのカードを全部持ち送って自分はデッキから1枚ドローする。なるほど、出た、ゴミデッキだいや諦めんな。でもオルフェゴールクリマックスさえ落ちれば俺はなんとかできるぞ、なんとかできる気がする。ジャックナイツオルフェゴールギルスを手札に加えていく、はい。いや、これギルスさえあればね、なんとかなりそうなのか。ブルーディーこれワンチャン出せるんじゃね、ブルーディー、ブルーディー出せるんじゃね。オルフェゴールギルスとりあえず召喚するでしょ。で、まあ、とりあえずオルフェゴールギルス効果を発動。オルフェゴールギルスは、デッキからこれはリベルですね。リベル送っていく。で、まあ、これは、まあ、とりあえずギルス発動します。で、ギルス発動してトークン出します。はい。いや、これ3体並ぶぞ。これブルーティー出せるわ。ここに来て活躍するかもしれねえ。オルフェゴールリベルの効果を発動。キングから除外し。これがね、ディアボリックガイにもね、ディスクガイにもできない動きなんですよ。これとりあえず3体適当に並べて3体リリースしてブルディっていうこれこれであのクソモンスター突破できる。トライヒガットとかいうモンスターは守備表示のモンスターが発動して効果がないが、こいつは着地した瞬間に全てのモンスターの効果を無効する効果を持てる。あらあのデスティニーヒーローブルディ、ブルディの効果を発動。相手のモンスターパクってそのモンスターの打点の半分分打点をアップする。うおーつえーつえー強いぞ、返した、来た、来た、これ神ゲーノーレラスされたけど返したぞ、しかもブルディが立ってる、これはきついだろ相手、これはきついはずだ。これがね、ディアボリックガイにもダッシュガイにもディスクガイにもできない動きなんですよ。とりあえずなんか適当にモンスター3体並べて展開力高いでいけたら3体並べてからブルディ出すっていうね、これよ。やべえな、スケール揃えてきよったな、あいつ。やるな。スケール揃えてくると、一応、ペンデラム召喚はできるからな。でも、3400効果、向こうは結構辛いんじゃねえかな。これ、超えれるこれ。これ、超えれんのかな、ペンデラム召喚で。これ、一応、2体しか出てこないね。
はい、北条と南とゆい、はい、でモンスターゾーンから出てくる効果で出てくる、で出てきたら一応なんか魔法トラップ剥がすんだっけな、これ関係ないね、はい、関係ない、はい、関係ない、無効になってるから、はい、でバロン効果でもう一回出てくる、一応出てくることはできるけど魔法カードの効果だから出てきたモンスターの方が無効化されてるんですよね。いやこれそんな簡単にこれ突破できないと思うけどな。え誰、デミュールギア、あああ、えあれ強くね、これ打点3500やばないやばいぞ、待ってくれ、やばいこと起きてる。これはいやでもこれ、いや入れといてよかった、リベル2枚なんじゃないこれ。あまあでもどっちでも同じか、別にスケルトンでもいいな、これスケルトンでいいな、スケルトンで、え待ってこれ効果がないんだよね、リンク召喚してこのカード他のモンスターの効果がない、いやめんどくせえな、だからもうアクセス突破するしかないのか、打点で抜くしかない。これだとしたらもう適当にモンスター並びに行くしかないんですよね、マジでマジで適当にモンスター並びに行くしかなくて、まあ、とりあえずスケルトン出すでしょ、で、ジェットシンクロン召喚して、で、ここでガラッテアするでしょ、でディンゲルスは効果受けないからマジで意味がなくて、でガラテアで、スケルトン効果使う、これでギルス特殊する、オッケー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 、なんかゾンビみたいに蘇ってきてる、ゾンビみたいなゾンビみたいな生命力で、でこの正常落とすでしょ、で正常効果使って除外されてるやつ戻してきた、リンク4分稼いだぞ、リンク4分稼いだ、ほんでそうですね、まあ、これとりあえず一回スケルトンって言っていいか、スケルトンを蘇らせて、でガラテア効果使って除外されているカード戻す、まあ、リベルでいっかなんかいけてんじゃねえのこれなんか耐えてる、なんか耐えてるよねこれ、これこんだけ並んだら多分いけるぞ、で一応をユニコーンして打点上げにいく、あいやこれニンギルスで、なんかロンギルスか、ロンギルスでいいわ、ニンギルスだかディンギルスだかロンギルスだか知らんけど、ロンギルスだかニンギルスだかディンギルスだか知らんけど、これでロンギルス出して、でロンギルスの槍を、かましていくと除外ゾーンの、モンスターをデッキに戻しながらリンク先のモンスター墓地送る最強効果、オッケー、はい、で君ちょっとどっか行ってくれる、よし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 、でここでリンク4ですよ、来た、オッケーやばい、なんかめちゃめちゃ返してる、すげえこのデュエル、神ゲー起きてる、アクセスコール投下、いけ5300アクセス、やつは効果を受けねえが戦闘では破壊できる、プルルバトルヒスゴー、いけ、アクセスインテグレーション、オッケーよしよし、どうだ、手札1枚からときついだろ相手、さすがにベンデラムテーマはなんだこの激闘、めちゃめちゃ遊戯王なってる、なんか前半でスタルタラ遊戯王なった急に、何関係ない、どうでもいい、それはどうでもいい、これどうでもいい、結構どうでもいい、バベルはどうせもう一回セットし直すことができる、何もできんだろう、いやーこれ魂したなブルーディー活躍したのマジで面白いな、これ